エドワード・ウッド・オルネイラーは、イギリスのオルガニスト、作曲家。作曲家で、オルガニストのジョン・ネイラーの子として、スカーブラに生まれ、最初は父に学んだ。ケンブリッジ大学で学び、1887年に教養学士、1891年に音楽学士、1897年に音楽学博士の学位を取得した。 1888年から1892年まで、ロンドンの王立音楽大学で学び、チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードとフレデリック・ブリッジに支持した。1889年から1896年まで、ロンドンのチェスター・スクエアのセーミカイル教会。1896年から1897年まで、ロンドンのキルバーンのセーマリア教会でオルガニストを務め、 1904年からケンブリッジ大学のエマニュエルカレッジの講師を1908年から同校のオルガニストを務めた。子に作曲家のバーナード・ネイラーがいる。1918年にかつてケンブリッジ大学でネイラーに指示した徳川よりさだから南青い学道街道記念の演奏会のための助曲を移植された。ネイラーは1904年2月に作曲した自作の バイオリンとチェロとピアノのための三重奏曲に長々の修学賞を開作したものに新たに作曲した助奏を加え助曲徳川よりさとして知られるオーバーチュアーツ来定徳川を完成させた当初予定された演奏会には間に合わず1920年11月23日の南青い学童パイプオルガン春生記念の臨時音楽会で 横枕文史郎の指揮と海軍軍楽隊の演奏により初演された。2019年に徳川頼貞の大橋光一による吹奏楽編曲の楽譜が和歌山県の助曲徳川頼貞吹奏楽版普及事業によりインターネット上で公開された。男性合唱曲、宗教曲、室内楽曲などがある。ありがとうございます。